ああ、うまそうですね。オープン。あ、料理研究家のリュウジです。今回は冬もっこりということで鍋ですね。僕いつもお肉の鍋が多いんですが、今回ね魚介系で攻めたいなと思いまして、今回はですね至高の牡蠣鍋、土手風鍋ですね。味噌味で作る牡蠣の鍋、最高にうまいんですよ。冷凍の牡蠣を使うんですけど、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、そうしましたらですね、材料を、やっていきたいと思います。まず牡蠣、これね業務用スーパーに売ってある冷凍牡蠣、もちろんね ある方は解凍してある牡蠣 200g でもいいんですけども、で解凍すると 200g なんですよ。解凍してない状態で 250g、はい、の牡蠣です。はい、白菜ですね。白菜がまあ大体 100g ぐらいね。であとキノコね、今回は舞茸使いますが、しめじとか、椎茸とかでも結構でございます。 100g ですね。長ネギが1本分、2分の1本なんです。じゃあこっち使いますね。木綿豆腐半丁ですね、 150g。 鰹節ね、こいつで、味噌の出汁を取っていくんで、鰹節ね、いつもと同じ池盛りシステムを使っていきますんで、はい、他の、調味料とかは概要欄に書いてありますんで、よろしくメカド。牡蠣の土手鍋を作る上で何が重要かっていうとですね、冬のレシピでございますので、とりあえず牡蠣が食べられるということで、祭りですね。祭りということで飲みます。祭りはこれだ。祭りじゃー、アルチューマシーン。こんな感じですね。はい、入れていきます。はい、祭りを行っていきたいと。乾杯。食べるときは焼酎にしちゃうかな。ということでやっていきたいと思います。まずこれ牡蠣なんですけども、解凍します。どうやってやったらいいかっていうと、カメラさんカモン。まずね、ここに塩入れてください。まあ小さじ1杯ぐらいかな。水をためます。塩水でね、解凍していくとですね、解凍されるときは海の成分と同じ、解凍になりますんで、すごくですねプリッと解凍されます。でかいのにします。これで大体まあ1リットルぐらい、もう塩もうちょっと入れて、これで解凍していきます。本当はね、自然解凍だと重ならないようにね、バットに並べて冷蔵庫で1時間ぐらいで解凍されるんですけども、お急ぎの場合こういう解凍の仕方がいいので、これこのまま解凍していきます。はい、まず白菜ね、白菜は鍋物に入れる白菜は僕いつもこれです。はい、こうやってそぎ切りですね。はい、こうすると白菜の断面がね大きく、見えますんで、はい、こんな感じですね。ネギね、ちょっとね、ここ切り落としていただいて、ここちょっと汚れてることが多いんです。あとここあのネギのね真ん中ここら辺、土がね入ってる、ことがあるんですよ。なんでこれ洗います。洗いました。まあまあまあ大体こんな感じの斜め切りですね。はい、鰹節ね、こいつはね、このラップをかけて40秒チンしておきます。これ池盛りシステムって言います。はい、鍋物に使う木綿豆腐は木綿豆腐の方が僕はおすすめです。なぜかというとね、煮崩れしにくいんでね。はい、もちろん絹でもいいんですけども、絹だとね結構ね、すくう時もね結構気使うんですよね。はい、こんな感じで、切っていただいて、はい、あとね、舞茸ほぐすだけなんで意外と下処理は簡単。はい、これですね。はい、こいつはですね、今ね、わかります、これパリパリになってる、かつお節が水分が抜けてるので、こんな感じで、ね、粉に、ね、なるんですよね。でこのかつおの粉、こいつをね、鍋つゆのだしに使っていきます。かつお節にものすごいハマっておりまして、かつお節系 YouTuber になりそうですね。すごいいい香りなんですよ、ハイボール。くわーいくらでも飲める、この香ばしさで。まあ、大体ね、まあ、5、6分漬けましたがね。ね、全部ね、こう出しちゃいます。冷凍の牡蠣ね、ちょっとね、臭みもあったりするんで、これね、大体、ちょっと芯が残るぐらいの半解凍になってます。まずお塩、ね、これぐらい、ね、小さじ1杯、ないぐらい。片栗粉で洗うと、かなり汚れ取ってくれるんですよね。もうこれも、まあ、大さじ1杯ぐらいかな。揉んでいくんですね。洗わないでもいいっていう方もいらっしゃるんですけども、僕はね牡蠣鍋にすると匂いも気になるので、少し洗っていただいた方がいいのかなっていう感じです。片栗粉とかのこの粒の粒子がですね、牡蠣の汚れぬめりですとか取り去ってくれますんで、こんな感じでですねよく洗ってくる。そうするとほら結構汚れ出ますよね、これね。そしたらまた洗い流す。あんまりにも洗い流しすぎると旨味までも流れてしまうので、1回ぐらいでいいです。はい、解凍した牡蠣の身は柔らかいので、風水ね、直接当てないようにした方がいいですね。軽くギュッと、
やって美味しい牡蠣の解凍が完成しましたので移して、牡蠣鍋の準備は完了です。結構大きめの鍋で作るのが多いんですが、今回ねちょっと小ぶりの鍋にしました。牡蠣鍋ってそんな大人数で食べるイメージが僕の中にないっていうのがあって、うち2人前ですね、やっていきます。でここに鰹の節の粉ですね入れていきます。旨味調味料ね、味の素ですね、1、2、3、4、5、6、はい、入れていきます。はい、なんでね鰹節で出し取るのに味の素が入ってるんだっていう、と昆だしとか顆粒だしとかの成分と同じなんですよ。昆だしってあれ、味の素入ってるんですよ実は。じゃあ昆だし使えばいいじゃねえかってなってるんですが、昆だしってお塩の成分がすごく入ってるんですよ。そのまま舐めると昆だししょっぱいですよね。なんで昆だしの分味噌が入らなくなるんですよ。牡蠣の土手鍋は味噌が主役なんで、昆だしの塩分プラス味噌だとしょっぱくなっちゃうんですよ。なんで限界まで味噌を入れるために塩分のない味の素と鰹節でやるっていうことなんですね。あと鰹節をチンして入れた方が香りが立ちます。かなり科学的に作ってもかなり美味しいことが約束されてます。280cc のお水ですね。はい、これ沸かせば昆布と鰹で取った出汁とほとんど遜色ないです。これ鰹の純な香りが感じられるいい出汁になるんですね。やっていただくとやばいってなりますから。みりんですね、甘みをつけたいのでみりんがね、大さじ2杯、大さじ1杯、はい、これ香り、風味付けですね。で一旦沸かしていきますね。これ本当にすごい出汁なんで、簡易出汁の分類になるんですけど、昆布出汁ってね結構水につけたりとか時間がかかったりするんで、鰹節はねこの粉状にしておくと後味もね引っかかりませんし、このまま食べてもね今回こしませんから、この簡易出汁本当に使えます。味の素って香りがないから出汁の代わりにはならないんですよ。なんですけども鰹節が入ることによって完全に出汁の香りがするので、ものすごく美味しい出汁になる。料理本とかに書いてある出汁汁ってあるじゃないですか。それをこの方式で作った出汁汁に変えるとめちゃくちゃ美味しくなります。これ活用してみてください。ポコ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 いってきましたね。そしたらここにお味噌を溶きます。牡蠣って土手鍋が有名なんですけども、このヘリにお味噌ね塗って、こう崩しながら好きな味にして食べるっていうのがあるんですけども、そのやり方だと結構ね料理上手な方でしか鍋の盤をできなかったりするんで、今回味決めちゃいます。もう煮立ってますけども、お味噌ねここにドバッと入れちゃいます。ぜひね無添加の味噌を使ってください。だし入りとかだったらね、これそもそもだし取っちゃってるんで、だし入りの味噌だとかなりだしだししちゃうんで、まあ最初に白菜をパサッと、はい、結構な量になるんですよね。でも白菜っていうのはすぐ煮えますから、まあまあまあネギですね、ネギ半分入れてくださいね。あと豆腐です。はい、まあ、こんな感じで私は入れちゃいますけども、お豆腐ね非常に重要ですからね。舞茸ねちょっとこう舞茸はねやっぱガツンと火が通らないとあれなんで、こんな感じで蓋すればね蒸し上がってどん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 かさがちっちゃくなるんでね、この状態で蓋してもう一回沸かしたいんですよ。これねこれで沸かします。一回はい、じゃあですね今沸かしている途中なんですけども、酢なんですがここでね結構ねお野菜に火を通していくと非常にいいです。今沸いてるんですけども味噌と一緒に、ね、煮込んでいくんです。これね全体が柔らかくなるまでだいたい蓋閉めてですね10分から15分ぐらい煮れば非常に美味しいと思います。はい、なんで5分ぐらい煮ましたんで、あと5分煮ていきます。煮えました。ちょっと開けてみましょうか。オープン。あちじい、あちゃい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 。そうしましたらですね、さっき煮た洗った牡蠣を入れていきます。空いたスペースにこの牡蠣牡蠣最後に入れるのはですねあんまり煮すぎてしまうと牡蠣も硬くなってしまいますんで、最後に入れた方が牡蠣のこのねプリット感がね定めやすいっていう、効果がございます。あーうまそうですね。牡蠣が食べられるスタッフだけがこのフィールドに生き残れる、この感じですよ皆さん。でこの状態で牡蠣はこの状態でさすがに食べられないんで、一回蓋を閉めてこれもね 3,4 分かな。はい、ちょっと煮ていきます。はい、それではですねできました。開けていきます。オープン。最高に美味しい牡蠣のドテラ完成です。いただいて見ようかと思います。牡蠣、牡蠣に煮えてるところをやってくださいね。それじゃあいただきます。いただきます。
くー、自分日本酒いいっすか。あとととと、手が滑った。プリプリのプリからいっていいですか。うわ、うざい、最高にうまい。これカキの旨味と鰹節の出汁の感じがですね、非常に合います。これはうまいよ。スープいきます。最高だね。濃厚な味噌味、プリップリのプリ。カキのね、火加減はね、お好みなんですけども、結構ね、入れちゃってもカキ鍋なんで美味しいと思います。カキが主役だと思うじゃないですか。野菜群めっちゃうまいですからね。で、ここで七味ですね。じゃあ、トロトロの白菜を。トグロ100、20% になりました。うめじゃ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 、ありがとうございます。お料理はリュウジです。これいただきます。いただきます。まあ、居酒屋で出てるカキ鍋だね。うん、業務用スーパーのカキですよ。プリップリ、うまいでしょ。プリップリだわ。結構ね、火通した方が出汁も出るし、美味しかったりするから。つゆ飲んでみ。極上っすね、つゆ。つゆやばいっしょ。やばいっす。日本酒よ、これは。焼酎とかもいいけど日本酒かな。七味化けるよ。うまっ、うん、めっちゃ合う。日本酒と何で合う。日本酒と最高に合うよね。牡蠣がね、これ結構贅沢に使ってるんだけど、業務用スーパーの牡蠣だからいつでも買っとけば、うん、でも外で食べると全然安いよ、ね。うん、本当に美味しい。このスープで割りたいっすわ。じゃあこれ日本酒終わったらどうなんの。いや、やばいと思いますよ。入れる方がいい。うん、これなのいつも飲み会じゃねえかこれ。うまっ。最高だ。うめえ。牡蠣鍋のスープ割りうめえ。うわうまっ。ソースにしたいんであれば、具材全部食べた後にスープ残りますんで、そこに洗ったお米入れて、塩ちょっと足して、溶き卵入れて沸かしていただければ。今回はね、もうちょっともうスープ割りがちょっと衝撃的すぎて、ちょっと割愛しますけども。ダメだってこれ。本当にみんなこれしかやんなくなっちゃうから。さあ、だからこれやっちゃうとスープ残んなくなっちゃうから、雑炊できなくなっちゃう。ちょっとやばいな、これ全国でやる人続出しちゃうな。ということですね、本気で作った牡蠣鍋なんで、業務用スーパーの牡蠣うまい、あのアンケートじゃないですけど、普通の加熱用の牡蠣でもできますので、これ絶対やって、マジうまいから。この後スタッフが美味しく、牡蠣が食べられるスタッフだけが、このフィールドに生き残れるっていう。しょうがないですね、これはね。体質で食べられないっけ。いや、ちょっと不足意。ああ食べたことは何回もある。味がダメだよね。わかる、俺もね、牡蠣食えなかった。大人になってからよく言う。まあでも今は子供だけどね、俺ね。精神年齢が。どんどん子供になってくる。